ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。あのご相談というか、はい、ちょっと考えたいのが、はい、市議会問題をまたちょっと取り上げるんですけど、はい、市議会どうのこうのではなく、はい、ちょっと皆さんもちょっと胸に手を当てて考えたい項目だなと思って、はい、ちょっと取り上げるんですけど、9月22日、まあ、1週間ぐらい前、はい、ちょっとテレビを見ているときに、はい、こんな話題のニュースを見て、うん、ちょっと家族で揉めたので、はい、その話をするんですけど、ちょっとニュース読み上げますね、はい、議場で、はい、議場でユニはパワハラ、うん、小田原市と議会の J1 湘南応援要請が波紋、内心の自由の侵害、タサポとして屈辱的っていうのがあるんですけど、はい、地元をホームタウンとするサッカー J1、うん、湘南ベルマーレを応援するため、神奈川県小田原市と市議会が職員と議員にチームのユニフォームを着用して市議会本会議に出席するよう求めたことが波紋を広げています、はい、特定のチームの応援の要請にあたると一部議員が反発したことで、うん、着用は任意となったが、うん、最終的に議員は全員が着用、市関係者からは実質的な強制でパワーハラスメントとの声が聞かれると、はい、市の予算案をめぐって一部の市議から修正案が提出されるなど熱戦が繰り広げられた15日の市議会本会議場、はい、市長ら市幹部37人全員が緑色のユニフォームに身を包んだ一方、27人いる市議は5人が私服姿だったと、うん、で傍聴席の女性は真剣な議論をしているのになんかチャラチャラしていると首をかしげていたと、はい、これは今ヤフーのニュースをちょっと読み上げさせていただいてます、うん、カナロコ神奈川新聞というものですかね、はい、引用させていただいてます。ありがとうございます。でこれはですね、今シーズンで J リーグ加盟30周年を迎えるベルマーレが市に PR の要請、 PR の協力を依頼したと、うん、で市は大阪府吹田市議会でガンバ大阪のユニフォームを着用した前例を参考に、うん、議会側にユニフォームの着用の協力を求めたと。しかし一部の議員が内心の自由の侵害、懲罰覚悟で着用は断固拒否、うん、多様な意見があるべき議会でベルマーレ応援一色になるのはおかしいと反発したよと、うん、で私服で本会議に挑んだ議員は軽い気持ちで応援を求める市と議会の意識の低さに呆れたと憤る、うん、みたいなのが、うん、はい、あのテレビのニュースでもやってたんですね、はい、で、まあ、朝めったにワイドショーとか見ないんですけど、はい、それを見ながらこんなん着ればいいのに、はい、って僕がポロってこぼしたんです、うん、テレビを見ながら、はい、こんなん着ればいいのにねって言ったところ、うん、パートナーがですね、はい、でも、うん、ゆうちゃん着ないじゃんそういうのって、はい、って言われたんですね、はいはいはい、でああと思ってですね、うんうんうん、なんか自覚では僕はそういうのを着るよねっていうのを僕は掴んでるんですよ、はいはい、でも人から見ると、うん、お前はそういうの絶対着ないじゃんって、うん、なんかそうやって人からやってとか、はいはい、やってというか そういう決まりです、はいはい、決まりました、うんうん、からやってくださいっていうのって、うんうん、いつもなんか渋るよねっていうのを言われてですね、うんうんうん、あると、うん、それもある、うん、でも僕の自覚では、はい、僕はいい人で、はい、なんかそういうのはやればいいじゃんみんなでやろうよ、うんうん、なのに普段やってるのって、うん、やらないよねって、なんか、うん、僕のイメージもそんな感じです。やらない、あの自分がこっち側に入ってるときはもうやればいいのにって簡単に言うけど、はい、反対側に行くとやらないみたいなイメージです。なるほど、はい、でそれを考えてるときに、はい、ごめんなさいね、なるほど、あの仏教には、はい、一念三千という言葉があります、はい、一つ何かを念じます、はい、その中に、うん、三千の思惑があります、はいはいはい、これだなと思うんですよ、はい、要は一つの行動に、うん、いろんな
思いがあって、いろんなことをやったりするんですよね、はいはい、っていうのを考えると、これタイプなんてあるって言えるかって、そのいやカーシー博士が言いますよ、はいはい、あの行動を見ましょうと、うん、行動は、言葉と道具ですと、うん、でこれを用いて人はこの自分の目的を叶えようとするんです、はいはい、っていうのを言うんですけど、うん、もうなんていうんだろう、もう分かんないんですよ、はい、自分が何なのかがもう分かんないんですよ、はい、っていう時に、まあ、MBTI では自分がしっくりきたのがタイプだよ、はいはい、聞き手だよって言いますけど、うん、もう自分が何を思い、はい、どう行動してるかなんて、はい、分かんねえな、はい、って思うんですよ、はい、どう思いました？体調って例えばユニフォーム着ます、はい、まあ状況によります。で、はい、まあ、勝手に体調の反論を予想したのが、はい、でもまあ傾向だよと、まあ、タイプは？タイプは？タイプはまあ傾向ですよね。だとすると目印みたいなもんですよね、自分を知るためのみたいなっていうことを言ってるじゃないですかでも、はい、要はしっくりくる僕と、はい、行動する僕が違うんですよ。はい、そのしっくりも、はい、しっくりの言葉の受け止め方もまた人それぞれな気はするんですよね。しっくりって言っちゃえばしっくりなわけじゃないですかしっくりって言っちゃえばしっくり、はい、そうやって思う。例えばさっきの、はい、そういう場面で着るか着ないか、はい、どっちかっていうと、はい、多分どっちもあると思うんですよ。そう、どっちもあるんですよ。その誰に言われるかとか、誰に、そう、あとお金がもらえたかそうそうそう、ユニフォーム代とかね、はいはいはい、とかそのチームを応援してるかとか。そうですね、なんかいろんな状況があるわけじゃないですか、はい、これ絶対もう応援してないチームでお金ももらえなくてみたいな、はい、自分で買ってくださいと、むしろ買えって言われるとかユニフォームも買ってくださいと、はい、ってなってくるとまたいろいろ変わるじゃないですか。変わります、はい、でそれをそのどんな場面を想像したかによって出てくる答えも違うと思うんですよね。全部違います、はいはい、だからまあ一概にどうとは言いづらいみたいなところあるじゃないですか。本当に嫌いな人にみたいな、ムカついてるって人に着ろって言われたら絶対反発するじゃないですか。多分ね、ベルマーレファンでも着ないですよ、はいはい、っていうのがあるじゃないですか。お前に言われたなら着ないみたいな、着ないってなるじゃないですか、はい、パワハラだって言いそうじゃないですか。そうですね、チャンスと思いますよね、はい、だからまあ難しいとは思うんですよね。なるほど、はい、だけどまあ社長に言われたら着るかもしれないですね。着ますね、それ着ます、はい、いいですねって、はい、あ、内心多分ありますよ。あるかもしれないけど、まあ、社長だったらちょっとみたいな。そうですね、先輩とかね、うんうん、頭の上がらない。そう、あ、体調もあのこの地区のボスだったら来ますよね、はいはいはい、多分、はいはい、そしたらもう喜んでって、はいはい、はいはいって今2回言いましたね、はい、っていうと、まあそれもタイプなのか。それもまあ傾向、まあ、そこで反発する人は反発しそうですからね。あ、っていうと、まあ、そういうタイプですねはい、なるほど、はい、じゃあすいません、取り下げます。タイプなんてないってタイトルにしちゃいましたが、はい、まあ、まあ、あるかないかっていうと微妙ですけどね。いや、どこの僕を掴むとタイプなのだ。そう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 、だからその辺がまあ明確ではないみたいな感じじゃないですか。どこを見るかによって多分人それぞれ主観で見てるじゃないですか。僕はなんかすごいいい人の僕を掴んでるんですけど、はい、なんか皆様の目には、はい、嫌なやつで映ってそうです。なんか嫌なやつでは映ってないですよね。なんて言うんだろう言うことを聞かない言うこと、まあ、その状況には寄りそうな頑固、なんか頑固、はい、老害なんかこう掴んだら頑固な感じです。で掴んでなかったらすごいもうそんなにいいじゃん適当でみたいなこれ恥ずかしいですね、これはね皆さんどう思いました、このベルマーレユニフォーム問題。はい、でちょもやっぱりこのあのニュース、今のニュースの一文だけだとちょっと分かんないですよね。分かんない、まあ、僕は僕に利益があるかどうかですよね。じゃあもし今隊長が小田原に行って、はい、市議会やってますと、はい、ベルマーレのユニフォーム着てください、それが、まあ、ベルマーレがこう盛り上がって、はい、市の財政が豊かになるなら来ますよ、市議の立場なら。別にベルマーレファンとかじゃなくても。今隊長サッカーのファンとかありますか？ないです。じゃあ比較的着れる、まあ、どこのユニフォーム、まあ、別にこうファンがあっても着れますよ。あ、別にその市議で地域を盛り上げるんだ、市を盛り上げるんだみたいな思いがあれば、はい、まあ、別にファンと別じゃないですか、仕事だって着ますよ。僕も今聞くと、はい、なんか僕も今 着そうだなって思うんですよ、はいはい、そこに思いがなければ着ると思うんですよね。今若干グランパス寄りですけど、はいはいはい、あの、まあ、名古屋長いですし、はい、で、まあ、それが引っ越して、うん、小田原市、はい、で目指して市議になったとするじゃん、はい、だったら着るなって思うんですよ、はい、
と思います。でそれがなんか反発する人に言われたりすると着なさそうな。なんでやっぱりタイプあるな、すいません、はい、着ないよって言われたので。はいはいはい、それもあるな。あ、なんかまあその奥さんの気持ちじゃないですかそれ。言うこと聞かないじゃんっていう。なるほど、はい、ちょっと勉強かなと思ってます。さくらさん、ごきげんよう。ごきげんよう。反発の INTJ ですと。死活問題にならない限り着ないですと。そうなんや。でもその下に自分が市議で、あ、市議で市を盛り上げる名目なら確かに来ますねと。はい、だ立場にもよりますよね。はいはい、そのチームをどれだけ、チームが嫌いだったら市議じゃなかったら多分来ない。裏場とかから来た人は来なさそうですよね。はい、はい、っていう、なんか最近ねこういういろんな市議会のことがニュースになるようになってきましたね、はいはい、うんうん、